俺は、まあ、お前にはお前だけには負けないっていう、うん、そういうことを思ってたし言いたかったです。でもこの試合だけはなんかあんまり攻めてこないですね、うん、どっちが挑戦者だか分かんないような感じ。最強王者の呼び声高いマッハが初防衛戦で最強の挑戦者を迎えた。ミドル級1位の加藤は総合力の高さには定評のある選手。しかしマッハはここでも難攻不落の王者ぶりを見せつけた。もう初めからこいつはもうタックルにどうせ来んだろうって、どうせこいつ打撃のやりふりしてるけど絶対打撃なんかやってこねえよって思ってました。それがもうだって俺が前に行ったらそのまま下がるんだもんだからこいつはもうほらタックルのタイミングを合わすための打撃だってもうすぐ分かりましたね。そういうふうに言ってる人には俺は倒せないですね。テイクダウンできないですね。第1ラウンドの終了です。まあ一つの技ですね、うん、まあそれを終盤出せばよかったんですけど、まあ前半に出したっていうのもかなり俺も何も考えてねえなって実感できますね今思うと。
第2ラウンド終了です。ラウンド3ファイナルラウンド。中尾寿太郎張り三角です3ラウンドの最後、はい、でも案の定結構うーとか言ってたんですけどね加藤君もあれにはビビったんじゃないですかね。試合終了です。スコアの集計に入ります。集計の結果を発表いたします。サバレクリー関東30対29、桜井。レフェリー鈴木28対29、加藤。サバレクリー横山30対29、桜井。以上2回戦をもちまして桜井隼人選手の判定勝ち。まあ加藤君には まだまだ負けないなってまあ別に王座とかっていうより人にまだ負けないなってもっと加藤君も練習しないとやばいんじゃないかって思いますけどね。
っとリラックスしてよ。今話してたので、そうそうそう。そう、いいよ。チンポ長上げて。そう、そう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 。そう。じゃあ、ほすげえな、これ。まあ、まあ、ある登山家が、まあ、それに例えるとなんか山があるから登るっていうような言い方をしたじゃないですか。俺もなんかもうそれに近いですね。相手がいてリングがあるから、輝けるからやる。まあ自分が輝ける場でしょうね。